はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、宝の、じゃん、ネオ酒場の、塩グレープフルーツサワーです。これね、このシリーズ好きなんですけど、なかなかね、どこにも売ってないんですよね。期間限定。以前飲んだのが確かトマトのやつとレモンのやつだと。今回はグレープフルーツと。新発売のやつです。大衆酒場を現代風にアレンジしたネオ酒場。こだわりの料理やお酒が、女性や若者に人気。そのネオ酒場で愛される新名物サワーの味わい。沖縄産塩、全花マーサイグレープフルーツペースト。伝統の宝焼酎。原材料が焼酎とグレープフルーツ、果汁ペースト。そして食塩と糖類と酸味料と香料。アルコール度数 5%、果汁が 2% です。これ、なかなか売ってないんだよね。レモンの、塩レモンサワーだっけ？あれがすっげえうまかったから、また飲みたいんだけど、あれ売ってねえんだよ。どこにも売ってないんだよね。どこ行ったし。まあ、これはいわゆるソルティドッグ的な感じですかね。今日買ってきましたな。じゃん！これね、ローソンストア100。まあ、これもローソンストア100で売ってたんですが、珍しいものを発見して、昆布白菜、浅漬け。これが、このサイズで100円なので、売ってました。で、もう一個が、じゃん！キャベツと小松菜の浅漬け。こちらも100円です。ちょっと、これをおかずにして、おかずというか、ね、つまみにいただきたいと思います。いただきます。うん。あ、酸っぱい。減塩。あ、美味しい。減塩でもちょうどいい。うん。乾杯。うん。そうですね。グレープフルーツに、ちょこっとこう、ちょっとこれ食ったからか、味覚が、ちょっとしょっぱい。うん。こういうなんか、わかりやすい味っていうか。うん。いいですね。うん、美味しい。美味しい美味しい。うん。まあでも、以前飲んだ、レモンのやつが美味しいかな。うん。レモンのやつの方が、個人的には好きだけど。うん。あ、これうめえな。うん。うん。これ100円安いな。なんか酸っぱい。酸っぱさでこう、しょっぱさも同時に、補ってるみたいな感じするね。うまい。このクオリティで100円は安い。うん。うん。うん。まあ、キムチもうまいんだけどね、ルーさんの甘辛キムチ。うん。これもうめえな。うん。酸っぱくて美味しい。夏にはいい。いいね。ほんと、ネオ酒場、サワー売ってねえんだよな。この塩レモンサワーが欲しいんだけどさ。クリアトマトサワーはまあ売ってんだよ。レモンの方が売ってねえんだよね。今んところ見かけたの1回しかないな。もう、動画で上げた時の1回しか見かけてない。うん。うますぎてあれなのかな。それとも、高いっていうか、原材料的に、あんま生産量少ないのかも。うん、絶妙、厳選した塩とグレープフルーツが絶妙にマッチした癖になる味わい。こちらが6月21日に期間限定で新発売と。ちょうどいいうまさだったね。塩レモンサワーね。だから、俺もさ、塩振りかけてさ、自分でも作ろうかな。うん。レモンサワーに塩ぶっかけて、食うと案外美味しかったです。ただ、クリアトマトサワーがそんなに美味しくない。それこそ、塩クリアトマトサワーにすればよかった。うん。塩を使えばよかった。なんで塩使わなかったし。いう感じですけどね。うん。あ、うまっ。これめっちゃうまい。ハマるな。これはハマるわ。でも割と、浅漬けの素とか売ってるから。まあ自分で作ろうと思えば作れるんやけど。そんなに大量にいらねえんだよな。ぶっちゃけそんなに。あ、美味しかった。こっちもいただいてみるか。キャベツと小松菜の浅漬け。とやら。いただきます。小松菜。うん。ああ。こっちはあれだね。単純にしょっぱい。こっちは酸っぱかった。うん。あ、キャベツや。白菜じゃなくてキャベツ。うん。うん。こっちあれや。歯ごたえが。すごいわ。うん。しかも国産や、これ。こっちは国産だ。あ、こっちも国産ですね。国産野菜使用。中国産じゃなかった。よかった。うん、うん。ちょっとしょっぱいかな。こっちちょっとしょっぱいですね。ということで、今日は7月1日か。コク、甘み、香り、まあそこそこ美味しいと思います。そこそこね。うん。はい。2234です。ご視聴ありがとうございました。